どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？岡田でございます。なんかもう、怖い、いきなり。小林さん、小林さんが食堂の、奥のキッチンへと消えた。突然、窓の外でドサッと何か重たいものが落ちる音が聞こする。なんか落ちたよ。僕がビクンと体を動かすと、マリはクスクスと笑った。屋根の雪が落ちただけよ。なんだ、雪か。拍子抜けした。本当に雪だったんだろうか。疑いながら窓の外の闇を見つめていると、遠くでぼんやりと明かりがちらつくのに気がついた。ヘッドライトだ。急速に近づいてきて、エンジン音も聞き取れるようになってきた。この辺りには他にも家がないし、どうやら遅れてきた客のようだ。案の定エンジン音はペンションの裏手へ回り、そこへ消えた。やがて、玄関ポーチに、人の足音がし、二重になったドアの開く音が聞こえてきた。すいません、御木本ですが、どなたかいらっしゃいますか？同感、こちらの声、ど、同感、ど、同感声がこちらまで聞こえてくる。御木本さんですよね。ようこそいらっしゃいました。小林さんが食堂から走ってくる。大柄な男の客が靴を脱いで上がってきた。小林さんは慌ててビールをテーブルの上に置くと、フロントへ向かってダッシュした。いやあ、一時はどうなることかと思いました。ワイパーはまるで役に立たないし、車はスタックするし。御木本と呼ばれた男の人は、フロントで記帳しながら喋り続けた。名前に似合わぬ、髭面のいかにも山男といった感じの人だった。夕食は終わり、え、終わり、ん、お、終わりましたんですが、おにぎり程度のものならご用意できます。お作りしましょうか？小林さんが尋ねる。ああ、ええ。途中でいろいろパクつきましたから、お腹は空いてません。何か高い飲み物をいただけると嬉しいんですが、コーヒーとか紅茶みたいなのがよろしいですか？スープもできますが、それじゃあ紅茶をください。じゃあお部屋にお持ちしましょうか。それともこの談話室で？ああ、そこで結構です。御木本さんはこちらへ、ちらりとこちらを見てうなずく。そうですか。じゃあこれが鍵です。荷物を置いたらまた降りてきてください。小林さんに鍵を渡されると、御木本さんは荷物を担いで2階へと登っていった。発動機が1回だけ鳴る。8時半だ。ああ、ごめん。勝手に飲んでくれていいよ。僕らに声をかけると、小林さんはまた食堂へ戻っていった。はあ、ほら、お言葉に甘えて先に飲ませてもらおうか。加山さんと僕、そしてマリナーさんにはグラスを手に取った。乾杯。軽く乾杯のポーズをして口をつけた。加山さんの奥さん、春子さんは飲めないのか飲みたくないのか手を出さない。 こういう寒い時に部屋の中をあったこうして冷たいビールを飲むんが最高の贅沢や。そう思わんか？加山さんはニコニコしている。そうですね。僕は相づち打った。もうそうは思いませんね。僕は逆らった。そうですね。僕は相づち打った。確かに、吹雪を見ながら暑いくらいの暖房が効いた中でのビールは、真夏のビールとはまた違う味わいがあった。どうも、こんばんは。足音高くさっき上がっていったばかりの右本さんが降りてくる。あれ、皆さんビールですか。参っちゃうな。ここに小声かけた人間いるってのに。えらく陽気な人らしく、あはと大声で笑いながらマリの隣に腰掛けた。御木本さん、もういらっしゃったんですか。紅茶今入れてますから。小林さんが追加のビールを持って戻ってくる。その言葉通り、奥さんの京子さんとバイトのみどりさんがティーポットとカップを乗せたお盆を持ってきてやってきた。春子さんはビールダメでしたよね。紅茶いかがですか？あと、ミシシッピマットケーキというものありますけど、美味しいですよ。京子さんが尋ねると、春子さんはちょっと考えてうなずいた。ええ、じゃあいただきます。ああ、一回目みたいだ。木本さんはありがたそうに熱々の紅茶をふうふう吹きながら飲む。髭を生やした人というのは年齢がよくわからなくなってしまうもんだが、三木本さんもそうだった。声の感じや喋り方からして中年というにはまだ間があるだろうが、多分30代半ばだろう。髭を落とすと案外僕たちと変わらなくて、20そこそこなんてこともあるかもしれない。泊まり客はこれで全部ですか？
一息ついた三木本さんは僕たちを見回して聞く。いえ、あとまだ4人ほどいらっしゃいます。小林さんも答えた。そうだ、篠崎くん。彼女たちもお茶を欲しがるかもしれない。お茶が欲しいかもしれない。ちょっと聞いてみてくれないか。はーい。緑さんはパタパタとスリッパの音をさせてフロントへ向かった。男の方はどうされます？ちょっと怖い感じの。こっちへ振り向き聞いてくる。あのヤクザみたいな人のことだろう。ああ、田中さんか。一応聞いてみてくれ。私嫌だな。嫌ならいいよ。人付き合いの良さそうなタイプでもなかったし。よかった。みどりさんは三人組の彼女たちに内線電話をかけた。オーナー、飲みたいそうです。今からこっちへ来るって。電話を終え、こっちへ向かって叫ぶ。もうちょっと丁寧な言葉遣いができんもんかな。小林さんは苦笑してつぶやく。僕は特に何も言わなかった。本当ですね、最近の若い女は。まったく、苛立ちげにどうした。ああいうのって上司のつけなんですよね、結局。僕はため息ましにしみじみと語った。何も言わない方がいい。僕は特に何も言わなかった。じゃあ、私はもう三人分用意してきますね。兵庫さんがお盆を持って台所で消えた。いやー、ここはエラクサービスがいいんですね。三木本さんは感心したように首を振った。いやー、とにかく人をもてなすのが好きで始めたわけですから。小林さんはしきりに照れている。なんかペンション特有の雰囲気ってあるよね。俺も一回だけ泊まったことあるんだけど。三人組はすぐに降りてきた。こんばんは。ちょっとかなか押さないでよ。まだテレビ見たかったのに。あっという間に騒々しくなる。わあ、いい香り。前失礼します。だから、かなか押さないでってば。人が増えてきたので、僕たちは階段に腰掛けることにした。それでも、もうソファーはぎゅうぎゅうだ。ほぼ同時に京子さんが紅茶を持ってくる。年奥にも声かけたんですけどね。テレビを見ているらしくて、今はいらないそうです。いただきまーす。声を揃えて入れたての紅茶に口をつける。鳩時計が鳴る。みんな一斉にそちらを見た。3、4、5、6、7、8、9、9時だ。鳩時計が鳴き止むと吹きすさぶ風の音がそれまで以上に大きく聞こえた。窓枠がガタガタとなり、分厚いガラスが割れそうにも見え、思える。雪崩なんか起きないわよね。心配そうにメガネのアキちゃんが言う。やった、縁起でもないこと言わないでよ。それでなくてもあんなことがあって気持ち悪いのに。かなこちゃんは言いかけてハッとしたように口を押さえた。まずい。あんなことで何かあったの？三木本さんがのんびりと尋ねる。僕はなんとかフォローしようと思い、大雪で閉じ込めて飢え死になんてって言ったんです。スープにゴキブリ入ってたんですよ。いやね、今回誰か死ぬなんて脅迫状があったんですよ。とりあえずこれか。A で行こう。大雪で閉じ込められて飢え死になんてことがあったんです。え？まさかそれはないでしょう。三木本さんは大げさに笑った。すかさず金子ちゃんが三木本さんに質問した。ペンションの方ですか？僕は泊まり客です。うまくごまかせたようだ。三木本さんは続けて話し出した。遅れたもんで夕食には間に合いませんでした。間に合いませんでしたが、一応自己紹介しとこうかな。若い女性もたくさんいることだし。そう言って、紅茶のカップを置くと、三木本さんは少し改まった調子になった。僕は三木本洋介。フリーのカメラマンをやってる。風景写真が主だけど、ヌードを撮ってほしいっていう人がいれば、遠慮なく言ってくれればいいよ。冗談つもりか一人で笑った。やだ、ヌードだって。女の子たちは嬉しそうにやがる。恥ずかしがることじゃないじゃないか。確かに今はみんな肌だって、晴れがあって綺麗だ。けどそのうち年を取った時に、ああ、あの綺麗な頃の写真を撮っておけばよかったってきっとそう思うようになるよ。僕はマリの顔を伺った。軽蔑したような表情しか浮かんでいない。ほっとした。かなちゃん撮ってもらえば？ひよこちゃんがかなこちゃんを肘でついている。やだ、自信ないもの。激しく首を振りながらも、かなこちゃんはまんざらでもなさそうだ。なんや今は、ガラスが割れた音みたいやったけど。加山さんが驚いて叫んだ。何事？私ちょっと見てきます。小林さんがすぐに立ち上がると、廊下の奥へと消えた。楽しい雰囲気がなんとなく冷めてしまった。
やがて部屋から連れ出したのが敏夫さんと一緒に戻ってきた。1階には異常がないみたいだ。すいませんが皆さん、ご自分の部屋の窓が割れていないかどうか確かめてきていただけませんか。放っておいたら冷凍庫になってしまいますね。そりゃあ大変とばかりに僕たちは立ち上がり、一丸となって2階へ。二階へ上がると、僕はまず自分の部屋に飛び込んだ。ドアを開けて覗いただけで、何も異常がないのは分かってた。分かった。が、一応中へ入って窓がきちんと閉まっていることを確認して、僕はまた廊下に出た。マリ、帰ります、さい。三木本さん、そして OL の三人もそれぞれ部屋から出てくる。その顔を見れば、何もなかったらしいということは、独身術のこれがなくても分かる。やがて、空き部屋を調べていた小林さんも廊下から出てきた。皆さん、異常ありませんでしたか？とすると、あとは一部屋しかないな。そう言って、ある扉を見つめる。あのヤクザのような男の部屋なんだろう。僕たちは自然と小林さんを取り巻くようにして立っていた。そういえばあの脅迫状、もしかしたらあの人が書いたのかもね。マリがぽつりと漏らす。どういう意味？誰かを、その部屋で殺したのかも。他の人には聞こえないような小さな声で囁く。まさか、それにまだ9時過ぎだよ。あの脅迫状がいたずらじゃないにしても、予告の時間は12時じゃないか。そうだけどさ、だいたい犯行予告なんてのは捜査陣を惑わすために出すもんでしょ？トール、江戸川乱歩とか読んだことあるでしょ？それもそうだ。お客様、田中様？小林さんは意を決したように歩み寄ると、扉を強くノックした。しばらく待つが返事はない。耳を澄ましていると、中からか何か風で煽られているような音がする。お客さん！小林さんはどんどんと扉を叩いた。が、やはり返事はなかった。やっぱりここで何かあったみたいですね。僕は言った。小林さんはうなずくと、ドアノブに手をかける。ダメだ、鍵がかかってる。小林さんはちょっとだけためらったが、やがて手にした鍵を鍵穴に差し込んだ。カチリとロックが外れる音がする。失礼します。小林さんは一応そう言った。が、開けた途端その部屋がおかしいことでみんな分かった。ドアの隙間からひどい冷気とともに一瞬の風が僕たちの間を吹き抜けたんだ。室内からはバタバタと揺れるカーテンの音とガタンガタンと何か叩きつけないような音。お客さん！小林さんが手を離すと、ドアは壁に吹かれて勢いよく開き、壁に打ち当たった。部屋の中が見える。僕の部屋と同じツインの部屋だ。シングルがないので、一人客もツインを使うことになっているんだ。開け放たれた窓から吹き込む雪が狂ったように乱舞していた。重いカーテンのカーテンレールが引きちぎられそうなほどバタついている。窓際のベッドに少し雪とガラスの破片が散らばっているだけで、人の姿はなかった。お客さん？田中さん？小林さんは叫びながら入り口の脇にあるバスルームの扉を開けた。窓の方から音がした。振り向くと、ほとんど枠だらけになっていた窓が外の、枠だけになっていた窓が、外の壁に叩きつけられている。窓から出たんじゃないでしょうか。僕は言ってみた。なぜ？小林さんが当然の質問をする。僕にももちろんわからない。小林さんが入るのをためらっている様子だった。調べないんですか？僕は小林さんを促した。小林さんは小さくうなずくと、そっと歩みを進め奥へ進んでいった。続いて僕とマリが入り、残りは廊下から覗き込んだ。吹っ込む雪と風から顔を守るように右手をかざし、小林さんは窓にたどり着いた。その途端、彼はぎょっとしたように立ちすくんだ。なんだこりゃ！ちょっと次回行こう、お楽しみに。今これ聞いてる人って最後まで動画見たってことだよね。そうなるね。いやー、ありがとうね。ありがとうございます。ああ、ブラザバックしないで、このノリで今後も行くから。嘘だろ。